ザ・フライに二世誕生は、1989年のアメリカ映画、1986年公開の映画、ザ・フライの続編。前作でハエと融合してしまった男の意地が、父親と同じ運命に翻弄される姿を描いている。コピーは、ライク・ファーザー、ライク・さん。ある科学研究所にて、一人の女性が出産した巨大な卵から赤子が誕生し、 赤子の母は死亡する。生え男、セスの維持である赤子は、マーティンと名付けられ、研究所長、バートックの厳重な警戒下で育てられる。それから5年後、異常な成長速度で、体が成人まで発達し、頭脳も飛躍的に向上したマーティンは、生前のセスが携わっていた、物質転送の研究を再開し、研究員のベスト恋仲になる。しかし、 セスからハエの遺伝子を受け継いでいたマーティンの体は着実に変化し続けていく。やがてチップのように慕っていたバートックが実は自分を生きた標本としか見ておらず自分の苦しみを気にも留めないという事実を知ったマーティンはついに巨大な昆虫と化して次々と研究員たちを殺害し復讐を果たすべくバートックと対峙する。 前作の監督のデビット・クローネンバーグは本作には関わっておらず、代わりに特殊メイクを担当したクリス・ウェイラスが監督を兼任した。復讐を果たし、人間に戻るという大筋は、オリジナルの続編である、恐怖のハエ人間とほぼ同じであるが、ザ・フライの続編として、ストーリーは大幅に脚色されている。前作で、ステイス・ボランズ役を演じたジョン・レッツは、続投しているが、 ベロニカクエイフ役を演じたジーナ・デイビスは、降板している。ありがとうございます。